甲州大学上体育中心は、中華人民共和国の甲州市にある多目的スタジアムである。中山大学など、複数の大学が集まる甲州大学上地区にある。収容人数は5万人、葬式地面積は9.7万平方メートル。甲州市においては、天賀体育中心体育場、関東オリンピックスタジアムに次ぐ3番目に、大きいスタジアムである。 主にサッカーの試合に用いられ、サッカー、中国代表が、ホームスタジアムとして使用するほか、中国 FA カップなどにおいても、会場の一つとして使用されることがある。2010年には、甲州アジア大会において、サッカー競技やラグビー競技の会場となった。また、2014FIFA ワールドカップアジア3次予選において、サッカー、中国代表が、 ヨルダン代表とのホームゲームをこのスタジアムで開催している。また、2012年2月25日には8年ぶりに開催された中国スーパーカップの会場となり、甲州久し大が天津安志たちを破って優勝を果たしている。甲州地下鉄4号線の大学上北駅より徒歩すぐ、ありがとうございます。